Middle級 Undisputed Champion Marvelous Marvin Hagler は 4th Greatest Middleweight of All Time と呼ばれてます。 Hagler の重いパンチと硬い顎は有名です。プロ67戦して一度も KO 負けしたことがないです。一度ダウンされましたが、多くの人からスリップでもいいと思われてます。ハグラーはアグレッシブなファイトスタイルで戦いました。エキサイティングな試合をいっぱいやりました。ハグラーの最も有名な試合はトーマス・ハーンズとの対決です。 The War と名付けられてます。本当に War でした。最初から最後まで打ち合いでした。はじめはハーンズが速いパンチを当てペースを取りますが、ハグラーはパンチをクリーンにもらっても前に出続けます。ハグラーもコツコツ自分のパンチを当て始めて、ダメージを徐々に与えていきます。3ラウンドにダメージが効いてきているハーンズはとうとう倒れてしまいました。ハグラーの試合はとても面白かったです。何があっても前に出続けて、パンチに KO パワーがあったので試合から目を離せなかったです。 KO が多かった選手です。62勝のうち 52KO 勝ちしてます。ハグラーの打たれ強さの秘密は彼の異常な分厚い頭蓋骨と側頭筋です。ハグラーの側頭筋は普通の人間より4倍厚いと発見されました。もちろん GGG と同じくハグラーはハードにトレーニングしました。ハグラーは試合前の準備期間をプリズンと呼んでました。社会から離れてトレーニングだけに集中できる環境まで行って練習してました。ロードワークではランニングシューズはセシーシューズだから使わんと言いながら、ミリタリーブーツで走ってました。それはタフになります。